うん、ここで8二金で角取りと、いやこれだと2手多いか。この桂馬はどうにかならんのか。目障りすぎるぞ。エミア、お茶をくれ。脳がヒリヒリするぐらいの厚めでお願いする。あいよ。ああ、ようか待ってたけど、切るか。うん、魅力的な提案だが、3時の休憩まで耐えるとしよう。感触とて規則正しく取らねばな。なあ伊勢、今のなんだ。これか。なり、文化祭でどのような出し物をするかの申告書だ。各クラス、各部活ごとに分かれている。そうなんだ。で、どうしてそれを金庫にしまい込むんだ。泥棒よけか。似たようなものだ。何を隠そう、文化祭の出し物の申告は今日の4時までが締め切りでな。これ以降はどのような理由があろうと申告は受け付けん。よって現段階で文化祭の出し物が決まっていないクラス部活は今年の文化祭には出展できないと。へえ。じゃあ4時が締め切りだったんだ。うん、休日だというのに生徒会室に残っていたのもそのためでな。そういうわけでだエミア、本日の業務は無事終了した。帰りは信徒の甘味どころに寄っていかないか。また大判焼きか。一世も好きなんだな。